王妃の家王妃の家の12メートル背後にある、調理場と理念室マールバラ島と王妃の、家ト小屋プランジュハメアウデラレーヌ1、フェルム2、レトリデプロプリテ3、ツアーでマールボロ4、アンシェーニュレトリデプレイパース45、アンシェーニュグレインジ6、メゾンジュギャルド7、コロンジェ8、メゾンジュビアール9、メゾンデラレーヌ10、ラシフォー11、ブードワー、プティメゾンデラレーヌ12、ムーランドアモードラレーヌは、 イギリス式庭園風に理想的な村を模して、主にホリーが建てられている庭園である。フランス国王ルイ16世王妃マリー・アントワネットのためにベルサイユ宮殿の一角プチトリアノンに建てられた。現在、この村里はベルサイユ美術館に属し、訪問することができる。1774年、王妃マリー・アントワネットは、夫のルイ16世からの贈り物として、 プチトリアノン宮殿を与えられた。これはマリアントワネットにとってしきたりと宮廷生活の厳しさから逃れることができるエルミタージュのような場所であった。幾何学模様のフランス式庭園に対して彼女は宮殿の周囲を自然の景観美を重視したイギリス式庭園風にして館の庭園面積を変更していく。マリーには時折くつろぐことができる場所である。 小さな村への愛情が生まれた。1783年から1788年までに、プチトリアノンの東に、リシャール・ミークにより設計された、ハムレット、フランス語、ハメアウ、アモーが、マリーのために作られていった。ただこうした人里離れた村のアイデアは新しい、ものでもなく、当時は、田舎風の装いは、 ファッショナブルであり、田舎での生活も自由や美といった観念に関連していた。18世紀後半から19世紀には、ジャンジャックルソーのような哲学者たちも自然に近い生活を推進していったのである。他の庭園でもイギリス式庭園でいう、似たようなフェルメオルネは生じ、コンデコー、ルイゴセイ・ジョセフが作らせた、シャンティ城のアングロイコールシノワ式庭園と呼ばれる、アモウのほか、 いずれも、マリアントワネットが賞賛した、ランバルコーヒーが作らせた、ラングイエ城のイギリス式庭園風、アモーラ・ショミエール・オコキアージュと、ポンパドゥール夫人が作らせたムードンにある、ベルビュー城のフォリー・メダム・タントゥも、モデルとしていた。しかし、ここでは、その種のもので最も完璧な施設が作られたのである。アモーデの王妃の生活は、民衆からの不人気へと繋がっていった。 彼女の浪費壁内し無駄遣いはすでに悪評を得ており、銀の霊気や小さな磁気のバケツを持ったマリー・アントワネットが農民の生活を送っていたという考えは、当時全くひどい生活を強いられていた田舎の人々を困惑させただけではこと足りず、さらに村の維持に多額の金銭を飲み込むという噂があるふしていた。マリーはフランス革命の過程で処刑され、建築家、リシャール・ミークも 同じ運命にあった。村里はその余波に巻き込まれた。しかし、皇帝ナポレオンにより1810年には修復された。農村の様々な側面を統合するために人工庫の周りに形成される。ノルマンディ農家の建物を彷彿とさせるが、正確な分体分類は不可能であり、おそらく現実的な表現は意図されていなかったとみられる。 集落は様々な機能を持つ一ダースの建物で構成されていた。最も重要である建物は王妃の家、メゾンデラレーヌである。農場、製粉所、漁業、落農場、見張り等ツアーでマールボロも備えた。1785年以降、マリーはトゥーレーヌ出身の家族も迎えた。トゥーレーヌは農村共同体を維持しており、村に、 雰囲気のあるイメージを作り出すからである。家の外装こそ、明確にシンプルであるが、インテリアは高品質で豪華な、内装で驚かされた。このように王妃の家は壮大な資質で装飾され、ビリヤードルームを持ち、木製のギャラリーを介して、ボールルームに繋がっていたという。ありがとうございます。